久保さん、髪の毛は抜けるにししまょうか。まあ、確かにほとんどの人は自分を自分を信用できるまでやってないんじゃないですかねまあ自分を信用するためにあの,自分あのこれだけやったぞみたいなあのやり込みが必要でや練習もしてないのに全く練習もしてないのに甲子園で優勝できるぜと思ってる人はある意味ちょっとあれですよね 逆にすすごいいと思いますけど、全く、ね、練習してないのに甲子園優勝できるぞみたいな、いやそもそも甲子園出場もできないんじゃないかなみたいな話なんだけども、うん、練習しても優勝できるかどうかわかんないけども少なくてもその甲子園に俺,俺たちはここまでやったんだっていうそういう自信程練習したその糧をもとに多分試合に臨んでると思うんですよ。 でもそれを練習したからでいって優勝できるわけじゃないんだけども、でも少なくともその自信が優勝に紐づく一つの道筋なんじゃないかなと思うんですよね。でも多くの人はやってないですからね。だからやってないから、いつまでたっても自信もつかないし、うん、自信もつかないし、自分裏切るし、どうせ無理だろうみたいな話ですよね。いってらっしゃい。